番はここで何してたんですか？1番コントをしていた、2番ネタを考えていた、3番星を眺めていた。この3人はね、アニメとか原作では全然コント集団じゃないんだけど、この舞台に関してはもうコントの役割を完璧にこなしています。盛り上がってるから。ありがとう。この時間になると俺たちはいつもここに来るんだ。タバコを吸い、そうこうやってタバコ。違う、良い子のみんなは真似しちゃダメだよ。冗談です。分かってます。そうか、タバコを吸いにか。違う。アンザマドリブが上手くなりました。そのピンさんをここに連れてきてください。ピンさん連れてきてください。ピンさん、いやがましい。お前そんなに会いてえ。ピンさんなら望み通りに合わせてやろうじゃねえか。肝っ玉据えてよーく拝みやれよ。六十よしおに大将、裁きの庭は数々ある。この時の笑いは笠原が下でなんか食ってるからでしょうね。おめつけやっぱり我を見通し高田君だよ。本気で怒ってます。松崎この真っ赤なバラ見忘れたとは言わせねえぞ。はぁはぁ、裁きを申し渡す。その方今後一切舞台上でのアドリブ禁止。もういっぱいやったからいい、ね、それもアドリブだ。出し立て。出しません。なんだその人は誰ですか？よく聞いてくれた。下町の秘密兵器、働き者のはっちゃんとはこの男で。このセリフは絶対に言いたかったセリフでした。お主また一つ今盗み寄ったな。何をでございますか？オイラのハートだよ。奉行様、外しましたねこれはね。俺と読みで、今回は特別に無罪放免といたす。オイラに黙っててくれ。セーラームーンミュージカルファンだったら